まるで宝石のような輝き蝶は種類はもちろん育つ場所や季節によって羽の形や色も実に様々です杉原さんはおよそ2千種類以上の蝶を集めていますそんな杉原さんが40年以上追い続けている不思議な蝶がいます半透明の羽が美しい薄柱蝶はアゲハ蝶の仲間です日本全国に分布していて決して珍しい蝶ではないのですが 不思議な特徴があるんです発生のする時期とか場所によっていろいろ変異があるということが分かったものですから非常に面白いチだなと思って北は北海道から南は四国まで生息している薄柱町しかし地域によっっって白かかたたり黒かったり黒すするんですこちらが一般的なウスバシロチそしてこちらが黒いタイプ。